言う通り、ずいぶん大きな町だな。あの向こうにそびえてるのは何だろう。かなり大きな建物ですわね。あれも町の一部なんですね。あ、はい、あれは。みんな、待ってくれ。何か聞こえる。どうしたんだ、アスベル。何か、戦いの音ですわ。うん、そんな、ここにまで。テル、落ち着くんだ。マジだ、マジだ。おい、あそこ。テルンの仲間に混じって。人ですわ。テルンのお友達を守っているんですの。一人で無茶だ。助けよう。テルンは隠れてるんだ。あ、はい。みんな、町の奥へ逃げるんだ。くそ、このままでは。大丈夫か。加勢する。君たちは。ありがたい、助かる。なんか大きいのがいるな。一匹だけで他は波だ。やろう。その大きいブルは攻撃力が高い。気をつけるんだ。それならまずは数を減らした方が良さそうですわね。わかった。はっ。大丈夫か。ああ、大丈夫だ。ありがとう。なんとか受け止めたよ。受け止めたってすごいな。どんだけ頑丈なんだよ。あいつの攻撃は僕が引き受ける。その隙にみんなで攻撃してくれ。大丈夫なのか。彼の言う通りにしましょう。私たちではあのブールは受け止めきれませんわ。分かった、待ってろ。すぐ終わらせてやるからな。容赦しませんわ。よし、行くぜ。援護頼む。ああ、マジ一件。くらいやがれ。見たか。よし、俺たちも行こう。ああ、力を合わせれば勝てない相手じゃない。すぐに終わらせる。怪我はないか、アスベル。俺は大丈夫だ。お前は。ああ、俺も平気だ。ロイト、ここは絶対に負けられないぞ。当然だろ。でも、どういう意味だ。テルもそうだったけど、この町のルフレス族に戦うことができるようには見えない。戦えるのは俺たちしかいない。だから俺たちがここでやられるわけにはいかないんだ。ああ、そうだな。
ここでやられたらこの町だって終わっちまうもんな。負けられないぜ。早くここのブールを片付けてテルンを安心させてやろう。おう、よし行こうぜ。魔人剣、俺が守ってみせる。ここから先は通さない。そろそろ行かせてもらうよ。魔人剣、そろそろ行かせてもらうよ。て、いい訓練になった。容赦しませんわ。そろそろ行かせてもらうよ。逃がさない。容赦しませんわ。それ。よし、行くぜ。敵はいないか。ああ、今ので最後だと思う。君たちのおかげで助かったよ。正直数が多くて押されていたんだ。当然のことをしたまでだ。礼を言われるようなことじゃない。それでも言わせてもらうよ。ありがとう。君たちも夢見る目覚めの人なんだね。もってことはお前もなのか。この町のルフレス族から聞いたんだ。この世界には本来人はいないらしい。いるのは夢見る目覚めの人だけなんだ。私、あ、いや、僕はフレンシーフォ。君たちはロイドだ。ロイド・アービング、よろしくな。ナタリア・ルツ・キムラスカ・ランバルディアですわ。アスベル・ランパだ。フレンは何が起きているのか知っているのか。いや、
僕も知っているのはそこまでだ。やっとこの町にたどり着いて話を聞き始めた途端、さっきの騒ぎに巻き込まれてね。なあ、どうしましたの、ロイド。あの向こうの大きな建物、なんか見覚えある気がするんだ。そう言われれば、私もなんだか見たことがあるような気がしますわ。俺たちの記憶に関係あるのか。それは、多分皆さんの世界にもそんなようなものがあるからだと思うです。テル、あの皆さん、僕らの町を守ってくれて本当に本当にありがとうです。そんな大げさに言わなくてもいいよ。それより、そろそろ聞かせてくれるか、何がどうなっているのか。はい、お話しますです。この世界がレイバリアっていう夢の世界だってことを話したですよね。要するにここは皆さんが見てる夢なんです。全部の目覚めの世界の人々が見てる夢、それがレイバリアです。レイバリア、目覚めの世界。なんでその夢の中にあんな魔物じゃないブールがいるんだ。ブールは夢見る人の持ってる痛みとか悲しい気持ちとかから生まれるって教わったです。ブールが増えるとレイバリアの具合も悪くなって、夢を見てる人にも悪い影響が出るっていうです。レイバリアと全部の目覚めの世界はお互いにつながってるです。だから僕たちルフレスはブールを食べてきれいにして、この世界と目覚めの世界を元気にしてるです。その割にさっきはみんな逃げ惑っていたみたいだったけど。昔はブールに形なんてなかったんです。最近になってああいう怖い形になってうろつくようになって、前は夢森たちがそういう形のあるブールを退治してたです。夢森。ルフレス族で生まれてからちゃんとたくさん勉強して強くなった。そのひょっとして大人のことかしら。そうです、人の大人と同じです。だけど突然いなくなってしまって、残っているのは僕みたいな和子だけで、町の近くにまでプールが出るようになって、それで儀式で夢見る人をここで起こして助けてもらおうってことになったです。なるほど、だから夢見る目覚めの人なんだね。自分が見ている夢の中で目を覚まして、やばい、頭が混乱してきた。ロイドさん一人の夢じゃなくて、たくさんの世界のたくさんの人たちの見ている夢が集まってできてるです。例えばほら、あの向こうの建物、闘技場っていうらしいですけど、僕たちが作ったんじゃないです。この町だってそう、僕たちただ見つけて住み着いているだけです。たくさんの人が夢見ている集合意識の記念碑だって、ある夢森が言ってたです。よくわからないけど。ややこしいけどわかりましたわ。私たちテルンたちを助けるために呼び出されたんですのね。けどそれにしてはどうして俺たちは記憶がないんだ。力だってなんとなく本当はもっと強かった気がするんだが。それは分からないんです。眠りの壁をくぐるとき、プールが何かしたのかも。本当は皆さんはこの町の中で目覚めるはずだったです。でもどこで何人目覚めたのかも分からなくて、それで誰かが探しに行かなきゃって話になって、それで。ありがとな。え、危険だって分かっていたのに俺たちを探しに出かけてくれたんだろ。うん、勇気ある行動だと思うよ。皆さんが目覚めたのは強い心を持ってるからです。その力で助けてもらおうとしてたです。でもプールはどんどん強くなってるし、皆さんの記憶と力はないし、勝手に呼んじゃってごめんなさいです。いいさ、困っていると知った以上そのまま帰るわけにはいかない。ええ、私も同意見ですわ。うん、やれるだけのことはさせてもらうよ。皆さん、そうさ、夢なんだろ、そんなに難しく考えることもないさ。それは違うです。レイバリアは確かに夢の世界ですけど、皆さんはここにいるです。つまり
どういうことですの？もし夢見る目覚めの人がレイバリアで死んだら、目覚めの世界で二度と目を覚ませないです。そうなのか？そう言われてるです。まあ用心が必要なのは目覚めの世界でも同じだろうし、気をつけて頑張ろう。